仲良きことは尊きこと。決めたわ。今回はこの二人をマッチング。マーベラスリリンがチェックしてあげる。早速つぼみちゃんたちの放課後をモニタリングっと。ほう、このくらいの気温が一番外での読書向き。ゆいちゃんは春の訪れにご満悦そうね。で、なおみちゃんは、と、あら？こっちは何やらお悩みの様子ね。カタルシスの先に、マーベラス、あり。これは今回も期待できそうね。気合い入れるべき？それとも気取らん方が正解なんか？うわー、もう、わからん！もう、ナオミちゃんったら、そのいじらしさだけで、ご飯3枚はいけちゃいそうだわ。うわ、うじい！びっくりするわ、もう！ナオミちゃんは、ホワイトデーにお返しをもらうの、慣れてないのね。せや、今までチョコなんて妹や弟にしかあげてへんかったから。当然ホワイトデーも家族からしかもらったことなくて、普通の女の子がどないしてんのかわからへんね。そうなの。でも、ナオミちゃん、嫌な言い方になっちゃうけど、キャプテンが本当にお返しをくれるかってところは、ちっとも疑ってないのね。おう、せやな。キャプテンは優しいからな。うちだけやなくて、みんなにも。だからちょっとでも、キャプテンの印象に残りたいってわけね。せっかくやったら、可愛いって思ってもらいたくて。ちょ、そんな、どないしたら可愛くなれるかとか、そんなこと思ってへんからな。そうね。あくまでここからは、独り言だけど、可愛さを身につけたいなら、いるじゃない？アイドルとして可愛さを追い求めるつぼみちゃんたちが。アイドル？それってまさか、桜子とゆい？なるほど。確かにありかもしれへん。せやけど、相談の仕方はよう考えんと。なおなおってば。可愛くなりたかったんだ。一回。
よかったのに。私にできることなら何でもしてあげるよ。なんてったってトップアイドルの卵だしね。そうだ、せっかくならみんなにも教えて一緒に手伝ってもらおう。それがいいよ。ねえみんな、ちょっと聞いて。実はナオナオがね。あかん、桜子に頼むはなしや。となると、私がアイドルの可愛さを頼む。この通りや。うん、でもなんでまたそんなことしなくても。理由は聞かんといて。とにかく今のうちはどうしても可愛さを学ばなあかんねん。それなら桜子の方がいいんじゃ。桜子は、ほら、今日夜回り当番や。やのに今から用事頼むはちょっとな。それにほら、うちはなんていうかこうガーってなってグワーってしがちやから。そのうちとは真逆なゆいからの方が学べることも多いと思うね。そうなの、そういうもの。あ、せやせや、今ならなんとうちの感謝の気持ちを込めたクラブパンもついてくるで。むむ、クラブパン。ちなみに何個が、うちのお財布とは言おう相談で。まあいっか、わかった。可愛さレッスンしてあげる。ほんまに？ありがとうな、ゆい。いやー、持つべきもんは可愛いと思うよ。調子のいいこと言って、ほら、行くよ。え？行くって、どこに？屋上やとあかんの？食堂の購買。報酬のクラブパンは先払い制になります。レッスンともどもお手柔らかにな。明るく活発なナオミちゃんとゆったりマイペースなユイちゃん、まったく色の異なるつぼみたちが触れ合った、そこに咲く花は一体どんな色になるのかしら。じゃあ早速、可愛さレッスン始めるよ。いつまでクラブパン食べてんねん。ほん、失礼しました。さて、気を取り直してレッスン1。かわいい衣装を着てみよう。これは、いや、かわいいはわかる、わかるけど、うちが着るんはさすがに。まだ初歩の初歩なんだけど。いいわ。花の色はつぼみの頃の刺激で変わる。期待は高まるばかりね。どうする？辛いならやめる？いや、すまん、うちが甘えとった。多少きつくてもかめへん。どんどん次行こう。そう？じゃあレッスン2、かわいいセリフを言ってみよう。
なんで恋愛小説を朗読するんや。セリフを一から作るのはちょっと大変だから、今回は出来合いのものにします。出来合いって言ってもプロのセリフだから、声に出せばいい経験になるはず。それじゃあ早速、よーい、アクション。私は、あなたのことずっと前から、まだこの先があるはずよ。そこまでちゃんと見届けなきゃね。ラー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 、うーイエーイ。はあ、ナオミどうだった？全然あかんかった。やっぱどうしても恥ずかしくて。あかんな、せっかくレッスンしてもらったのに。やっぱうちにはこういうのは向いてへんねや。うん、そうかもね。なんや、ゆいもそう思って。ナオミは飾らないいつものナオミが一番可愛いんだよ。え？それってどういう…マーベラース！合格よ！あ、
涙ぐんじゃった。さて、絆の強さを確かめた後は、恒例の戦闘力チェックを。うえぇ、何ナオミ、急にどうしたの？え、いや、だって、いつものうちが可愛いとか、そんなん考えたこともなかったから、きっと何したらええのか。そういうとこだよ。さ、先生のアンコールにも答えなきゃ。ね。行くよ。あ、リリーがどないした？どわ、いつの間に？まったく。先生も、お腹いっぱいよ。